はい、今ツイッターで話題のウクライナから避難してきた15歳ダイアナ・ユズクさん、美人すぎる件について。待って、めっちゃ可愛くない？これは15歳は犯罪級。ちなみにユズクちゃんと頭がツーショット撮るとこんな感じになります。はい、これどうしても欲しいよーっていう人いたらね、YouTube のコメント欄に一言欲しい。ということで、まあ気を取り直していきたいと思うんですけど、今回ですね、ウォーゾーン激レア盾の限定設計図が登場したということで、こちらですね、ヴァンガードの方のコンバットシールドの、限定設計図ザ・ウォール、こちらですね。ちょっと見てよこれ、めちゃめちゃかっこよくない？今回ね、こいつの入手方法をね、みっちり徹底的に解説していこうかなと思います。煙ちゃまるだ。はい、てことで解説していくんですけど、まずはじめにですね、このキピンで刺している真ん中の建物、これですね、ここに降りてください。で、降りてね、中に入っていくと、まあこんな感じに、収容所がいっぱいあるんですけど、その中からね、こうリモコンを全部で6個探していきます。あったね、これですね。はい、で見つけたらリモコンに近づいて、赤い点滅になってると思うんですけど、こいつを消してください。ちなみにこのリモコンっていうのが毎回ランダムで配置されてるんで、血まなこになって探してください。まあ、頭は今回ね、一人でこれやってるんですけど、まあ、この場所ってのがね、もう、めちゃくちゃ、敵がね、寄ってきやすい場所なんで、まあ、コツとしては、友達とかね、やろうぜなんて誘って、4人で協力してやれば、まあ、速攻で終わるんじゃないかなと思います。はい。おぉ！ふざけんな、このゴミ、くさ！はい、ここ降りていきいいの？なんかいるんだけど、は？おい、いいえ、お前。おぉ、やめろってゴミ、お前、この野郎！何してんボケ。はい、そして6個目見つけたと同時に、電話が鳴るんでね。まあ、真ん中のこの辺り。この辺りですね。はい。で、ここの応答を押すと、電話越しに8桁の暗証番号をね、こう教えてくれます。で、ちなみにこれ1回しか消えないんでね、忘れずにしっかりと、耳を澄ましてメモを取ってください。はい、暗証番号を入手したら保管庫を目指しましょう。まあ、リバースアイランドにはね、全部で3箇所あるんでね、まあ、その場所をパパッと紹介しちゃいます。はい、そしてここで先ほどね、入手した8桁の暗証番号をここで入力していきます。はい、で成功するとこんな感じにね、来ますと。はい、オープンザドアで周り一応クリーリングしながら、で奥にどんどん進んでいきので、奥に進んでいくとね、この左側に盾が立てかかっています。盾だけに、まあ盾っていうのがね、まあ1個しかないんですけど、まあパーティーの誰かが取ればみんなにしっかりとね反映されるんで安心してください。はい、ってことで解説終わりまーす。バイバーイ。